ゃん始まりました。イエーイ。ロッカーおみんです。みんなです。きよちゃんです。かんこんです。よろしくお願いします。はい、てなわけで、はい、私が出たということは現れた。だなんとなく予想つきますよね、うん、皆さん。あれでしょ、ウィキペディア見ながら喋るやつでしょ。うん、うん、それ前回です。それ前回です。それ前回。あ、違う、今回今回はですね、はい、おっぱいトリビアを持ってきました。おっぱいトリビア。はい、おっぱいについてのことを10個ぐらいあるんですけども、うん、もうみんながへぇって思うことを持ってきました。へぇって思ったらじゃあへぇっていう。そう、空中でへぇボタンを教えてもらって何へぇか言っていただければいいなと思っております。はい、懐かしんでください。はい、はい、というわけで早速、はい、1問目。クイズなの？クイズじゃねえな。クイズなの？なんだ。1個目。1個目のトリビア。はい、イギリス人の女性はヨーロッパの中で胸が一番大きい。へー、なんとイギリスの女性の半数以上が A カップ、 ABCD、 D カップらしいですね。 D カップ、D カップ。そうでもないって思っちゃったけど、基準が私からやったら大きいですよ、大きいよね。でも日本人の平均で言ったら、平均で言っても C とかぐらいなんかなって思うと、半数 D あるって言ったら結構確かに大きいよね。半数以上って書いてある。そしたら私日本の平均ですか。日本の平均。へえ。はい、次。世界一大きい人工おっぱいのサイズは 3.8 キロあります。え、だから 3.8 っていうのは、うん、メロンが1キロなので 3.8、 メロン 3.8 個分。 G カップが1キロ、そうね、 G カップが1キロ、メロン1個。え、これメロン1個分もあんの。へー、香港ではブラジャー学を専攻して学士を取得できる。へー、やばない、ブラジャー学だって。何学部？お、ブラジャー学部みたいな。すごい。言いたくない。お前何学部？ブラジャー学部。え、男の人もいんのかな？いるでしょ。で、しかも学士になるんだよ。へえ。やばくない？そんな学ぶことあるんですね。ね。ね。左胸の方が大きい女性が多い。あ、これは聞いたことありますよね。心臓があるからっていう。私右なんだよね。え、でも右なんだよね。あともう一つが右利きの人が多いじゃないですか、日本でも、うん、そうすると右手をすごい使うからこっちに筋肉なんていうんだろう、痩せやすい。へえ、うん、だから左なんだ。動かしやすいから、だから左の方が大きいって聞いたことがある、うん、人間は成長によって胸が大きくなる唯一の哺乳類らしいです。すごいですね。え、分かった。はい、最も大きい自然なおっぱいのサイズはなんと25キロ。めっちゃ重いやん。めっちゃ肩こりそう。ギネス乗ってる人じゃない多分これ。 Z カップ、最後じゃん、アルファベットの最後だよ。 Z カップ、25個あるうちの一番最後。最後そう。もうそれその人基準に考えたよね、きっとね。もう多分そうだね、それ以上ないんだね、もうね。あのカップ数がだんだんこう測られて、Z カップですって感じよね。いやー、なるほどね、はい、結構面白いね、おっぱいトリビア、はい、なんか知らないこと多すぎてさ。そう、結構面白かった。意外と調べると面白いものが出てきます。はい、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではしゃべちゃんでした。バイバーイ。